ゆうたんとゆめのおーちゃんです。まさでーす。まさでーす。はい、ということで本日はですね、900人突破ありがとう動画になります。ありがとうございます。ありがとうございます。しっかり姿勢正して言いなさいよ。ありがとうございます。声が小さいよ。ありがとうございます。いつもありがとう。900人どうですか。いやー早いな。そうだよ、ちなみに800人からめちゃめちゃ早いな。900人になるの多分2週間最短だと思う。今回100人増えるの。ありがたい。カメラに向かってありがとう。言われたでしょ。言葉にしなさいって言われたのだよね。でもこの間こそっと朝日に、俺マイク買おうかなと思って。マイク一人で真剣に言ってた。真剣に貼ってるつもりなんだけど、まあ、聞こえてないじゃん。うん、癖じゃない、多分この意識なんじゃない。カメラが回った時はちゃんと声を張るっていう癖付けじゃない。癖をつけていけば自然とできる。これで解決しよう。それでマイクを買って大人になってってなると、じゃあマイクない時できないよっていう。誰だよマイクって作ったやつ。じゃあ900人までの振り返り。早かったもんね。2週間だから、ほんと撮影して動画が何本か上がってる間にもう100人、3、4本上がってる間って間に増えてたから。いやでもありがたい。まあ、でも本当に感じるのは、本当にいろんな方と関わらせていただけてるなっていう経験値上がってるよね。でかいよね、それが一番。うん、そういった方たちのおかげでもあるし、それを見ていただいてる方のおかげでもあるんだけど、しかも最近はコメントもいろんな人が書いてくれるのも増えていってて、突っ込んでくれてるね。そうで、なんかそれぞれの本来持ってるキャラクター性っていうのをちゃんと届いていて、それに対してそれぞれにコメントしてくれてるのが嬉しいかな。素直に嬉しいよね。うん、なんか別にほら気取らずそのままでやっていこうみたいなチャンネルで、なんかそのいいところも悪いところも含めて見てくれてるんだなっていうのはすごく分かりやすいし、うん、嬉しいね。届けたいと思ってることがちゃんと届いてる。うん、本当にちゃんと届いてるんでしょうか。届いてたよ。トレーニングのやつとかもさ、ちゃんとマハのやる前から涼しい顔してるわらって書いてある。しっかり見ました僕もそのコメント。体感もね、うん、そうそう、顔芸みたいな顔得意だからな、顔芸。最初から言ってたマサのスター性、うん、あるよあるよって言ってたのがちゃんと伝わって、シャンシャン言ってる。何様なの。お願いします。ありがとう。先に言うスタイルらしい。覚えたオランウータンみたいな。覚えたてます。ありがとう。あ、そう、やっぱコメントでリクエスト募っていきたいなと思って。ああ、いいね。1000人にもなってくるし、うん、何でも聞きたいことをコメントでいただければ、うん、ある程度質問集まったらそれに答える回転やっていきたいから、うん、どん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 ね、それでまた知ってってもらって、うん、コミュニケーション取っていきたいな。 NG なしだから何でも OK ってこと。もう NG なしなんで何でもコメントで投げていただければ。全然ね、インスタのインスタで書いてもらってもいいし。何ですか。怖いなと思って。なんで？何が怖いの？大丈夫かな？とんでもないのが来る。とんでもないのが来たらどうする？例えばどういうの？いや、わかんないけど、想定外のことが来たらどうする？だって NG なしなのは答えればよくない？答えられないことあんの？いや、わかんないけどさ、それはわかんない。何を心配してんの？いや、なんかさ、こんなひもりのなんかあんの？ないんだよ。ないでしょ。言っとかないけどね。なんでちょっと予防線張ろうとするの。なんでもいい、自分で NG なしなんでって言っといて予防線すぐ張ろうとするんじゃん。線引きすぐする。できないことあったらどうしようかな。いや、できないことあったらじゃなくて、やるの。やってみてできないかどうか。先生だったね今。先生、先生ですよ。最近その知恵を覚えたからね。ちょっと上げるというリーダーとか、リーダーなんてことじゃないですかって言えばちょっといけるってで思って、それを何回もやってきてるから。バレてる言われてるから大体バレちゃうね。1000人突破したらちょっとした大きいこと、企画ね、企画やろうと思ってるので、うん、それもちょっと楽しみにしていただいて。でも計画してんの、うん、なんかの単位で、うん、それにまつわる大きいことをどんどんやっていこうと思ってるから、はい、まあでも大体あれね、あの同意書みたいな書く系ね書いてやる系を考えてるから。かましていかないと。かましていこう。やってみたいけどなんかちょっとできないなっていうのを自分たちがね、うん、やってって、うん、知ってもらえれば、うん、知ってもらおうかなと思ってるので、うん、ここで緩まずね、頑張る源っていうの、人数が増えてるのを見て、うん、あ、
そういうことね、登録者数が増えるのを見て、そうあもっと頑張ろうって思える、そうそうそう、ね、はい、いいな。いやでも分かる、見てさ更新してさ毎朝、うん、というか一日何十回も見てんだけど、うん、その度こうちょっとずつ増えるじゃん、嬉しい嬉しいな、ね、純粋にそれが増え続けるように停滞しないで、いろんなことチャレンジして、うん、常にねトライアンドエラーで繰り返して頑張っていきましょうっていうことで、こんなメンバーでほんとグダグダなんですけどね、すいませんまあそれもねあのいいところっていうことで、個性っていうところで引き続き、まあ、いろんなことをチャレンジしていきますので応援よろしくお願いします。千人企画は楽しみです。じゃあグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まだやっぱ慣れないよね。慣れないよ俺ら頑張ろう俺ら頑張ろうやだやだ行かないで声だっけ除菌したいはい、ということで、まあ、こんなグループなんですけども、はい、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。